Thank you.
58進歩でした。なお本日の来場登録は
7回の裏で終了しております。地上波でやってるね、NHK で。誰かな、菅野と俊介。村田かな。ああ、村田なんだ、やっぱり。先生っていうのかな。放送席、そしてジャイアンツファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日はお二人、まず打のヒーロー新生タイムリーの村田選手です。おめでとうございます。夏休みに入って初めての東京ドームの試合、そのお立ち台ですが、今お気持ちいかがですか？そうですね、ね、お子さんたちがいっぱい来てる中で、先制タイムリーという、ね、形が、取れてすごく良かったと思います。はい、初回ツーアウトになってからの打席でしたが、あそこの打席に入るとき村田さんの心境としてはどうだったでしょうか？そうですね、今日ともきになりますし、早めに、ね、援護できれば、今日の試合を勝てると思いましたので、そういう意味では初回の、ね、早いタイミングでタイムリーヒットが出て良かったなと思います。しかも村田さんらしい右方向への強い速い当たりだったですね。そうですね、最近ね、ちょっと調子を落としましたから、そういう意味では、まあ、いい一打になればいいかなと思います。はい、先週のベイスターズ戦でも菅野投手が先発の時に初回に援護のスリーラン、これで2週続けて菅野投手の時にいい援護になりましたね。そうですね、本当に友幸に投げるときはね、まあ、うちのエースですし、落とせないと思って僕らも、初回から気持ち入れて野球やってますから、そういう意味では本当にいい仕事ができたなと思います。さあ、これから、まあ、夏休みということはプロ野球選手にとっては8月が非常に大事な時期だと思います。8月の熱い戦いに向けて一言決意のほどいただけますでしょうか？そうですね、まあ、本当に、暑くなってきてね、打撃も、調子が上がってくると僕も思って、毎日練習しますし、なんとか、チームの勝利に、ね、貢献できるように明日からも頑張りたいと思います。またご声援よろしくお願いします。ナイスバッティングでした。おめでとうございました。まず村田選手に伺いました。新日から出てこないのかな、ホームラン打ったのに。そして今日のヒーロー、もう一方です。11勝目を挙げました菅野投手です。おめでとうございます。でも7月で11勝ったらかなりハイペースだよ。今日のご自身のピッチングは菅野さんの中ではどういうふうに手応えを感じて投げていらっしゃったんですか？まあ、前回もね、先週対戦した相手だったので、まあ対策は練ってくるだろうなっていうふうに思ってたので、慎重に入りました。はい、かなり勝負の早い相手打線に対してストライクゾーンで強いボール、それからいいボールで勝負していたように見えたんですか？はい、セージが、ね、いつも通り強気の攻めをしてくれたので、僕はサインに、うなずいて投げるだけです。はい、我々もそしてファンの方も7月無失点で行ってくれるのかな、そんな思いもあったんですが、いやちょっともったいなかったですけど、でもあの後、ね、きっちり抑えられたっていうのは、今日の試合の中でキーポイントだったと思うので、いいピッチングだったのと思います。やはりロペス選手の場面では明らかにまた一段菅野投手のギアが上がったように感じたんですが、いや、もうあそこで打たれたらね、ずっとロペスに、なんですかね、まあ、いい印象を持たれたまんま、終わってしまうなと思ったので、あそこは意地でも抑えに行きました。菅野投手が投げる試合というのは負けられないという思いがチームもファンもあると思います。さあ、8月の戦いに向けて菅野選手、どんな思いで臨んでいきますか？本当に勝負の8月9月だと思うので、まだまだ諦めてませんし、最後まで全力で戦い抜きます。はい、また素晴らしい期待します。おめでとうございました。ありがとうございます。
黄色い鳥、村田選手、そして菅野投手でした。オフィシャルスポンサーのアットホーム株式会社からアットホームヒーロー賞が贈られます。今の時期に11勝っていうのはすごいペースが速い。締め付けていけばなって思って収益を社会福祉などの支援に充てていきます。